僕らは宇宙を観測するとき、光を使って観測しています。光の速度というのは有限です。そして光が宇宙最速の存在です。そのため僕らは遠くの星を見ることによって、同時に過去を見ていることになります。速さが有限である光で観測しているので、遠ければ遠いほど宇宙の過去の姿を見ることになるわけですね。例えば地球から太陽の距離というのは1億5000万 km 離れています。光の速さは秒速およそ30万キロなので、太陽の光が僕らに届くまでにはだいたい8分かかります。ということは僕らが見ている太陽というのは8分前の姿だということです。同じように宇宙で100億光年離れた範囲を観測することは、100億年前の宇宙を観測することになります。そのような方法で宇宙は138億年前に起こったインフレーションという急速な膨張とビッグバンで始まったということが観測で分かっています。定説ではこの宇宙の始まりの前には時間も空間もない、ただの無だったとされています。無があるんなら何、空間はあるんじゃないのって感じですけど、空間もなく無は無なんだそうです。そんなインフレーションから始まった僕らのこの宇宙が、実は一つではないんじゃないかということが理論的に研究されているんです。